では行きます。お願いします。はい、じゃあコンフォートモードですね。そうですね。あ、カリフォルニアって感じですね。あれ、なんか踏んで反応がなんかすぐしないですね。うん、うまい。なんて気持ちいい天気なんだ。いい天気っすね。こういう日はやっぱオープンカーいいですよね。そうなんですよ。ただしかしこの時期にそれをやると花粉で死ぬっていう。だから今日は二重マスク。川久保さん花粉症じゃないらしいですよ。あ、僕も完全花粉症なんで。僕もそうです。自分の車で開けてないです。入ってきますからね。そしてその後ね、クリーニングしなきゃいけないですからね。まあそうなんですよ。ちょっと段差が気になるかと思いきや、ならない。低くはないですよね。低くはないですね。うん、まあ、だからこそ扱いやすいと。それはありますね。うん、そしてやっぱこのシフト変速というんですか、はい、それがやっぱスムーズじゃないですか。あのカリフォルニアって DCT に変わった直後のやつですけど、で初期のカリフォルニアは DCT の故障って、はい、多かったんですよ。あ、そうなんですね。はい、2009年とかかな。うーん、ただもうその辺は多分この辺は改良されてるんで。なんか本当に初期のカリフォルニアって結構あのガヤルド並みに結構ガクガクってなるイメージがあるんですよね。あ、でもそあのシングルクラッチのやつよりかは全然良くなってないですか。確かに。だ、初代のカリフォルニアって運転しやすいとはいえ、やっぱりそのフェラーリ初めてだと結構そうですね、刺激的だった印象があるんですけども、はい、それはあります。だカリフォルニア T になってめちゃくちゃ運転しやすいなと思ってました。あ、うん、そっか、そっか。僕カリフォルニア T 乗るの久しぶりなの。僕も結構去年ぐらいかな、はい、あの乗ったのが多分最後だと思う。あ、これこういうやつご愛嬌でつって。いやー、これ絶対開けててこの赤いボディで、はい、フェラーリでってなると、そうすごい目立つんだろうな。現状見られてます、ね。はい、でもやっぱその見られてるのも気持ちいいと思えるようになんなきゃダメってことね。まあ川久保さんも言ってたじゃないですか、やっぱカッコつける車だからやっぱ自分がカッコよくならない。そういうんですよね、はい、かっこいいだろ。あ、違う、そういうことじゃない。まあ、その車に似合う人にならない。そうですね。なんで僕はそこに達するのがまだ早いと思っております。うん、有名人の方も結構乗られてる、芸能人の方とかやっぱ乗られてるイメージありますか、カリフォルニア。あ、でしかも女性の人でも乗ってたりとか。そうなんですよね。してるイメージはあります。あとはやっぱ、はい、海沿い走ってそうだな。やりてえ。やりたい。やりたいっすよね。じゃあこの辺海近くないんであれですけど。そうですね、まあ、夜の海とかにこれでもいいですよね。あ、いいっすね。夜の海。いや、じゃあこの時期は夕方です。やりてえ。夕方の西日を感じながら。なるほど。走るとロッソコルサが、ロッソコルサで、はい、このクオイオレザーがちょっと太陽が照らし、いや、いいだろうな。想像して、今想像タイムですよ。いや、なんですか、はい、じゃあ晩ご飯どこ行こうかとか、はいはいはい、なんで人誰かと一緒にいる手で話してるか分かんないですけど。いやでもそれをやらないと夕焼け行かなくても大丈夫です、はい、あ、そう、一人で行くわけじゃないですね。そう、一人で行くわけだ、はい、女性はこれ乗っても多分なんか乗り心地が悪いとか、乗り心地は今乗ってる感じはすごくいいです。めちゃくちゃいいです、はい、本当あの足回りも硬くなく、うん、気持ちいいですよね、はい、柔らかすぎず硬すぎず、ちょうどいいですよね。でこれにワンちゃん、助手席の人が抱っこして、まあ全然、まあ、それこそやっぱケージとかもやっぱ後ろに置けるんで。そうですよね、はい、さっきフラットにもできたし、使い勝手いっぱいありますねこれ。いや、すごく使いやすい、使いやすいっていうか生活できます。そうですよね、やっぱりこれだと何ですか、458488、はい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 、あたり1台だとやっぱ向かないですけど、うん、これはいけると。これはいけます。僕、これやっぱ気持ちいい。ちょっと最初の方はマフラー音も静かでスムーズに走ってる感じですけど、ちょっと踏み込むとこのサウンドがまた BGM になるわけですよ。かっこいい。なんでこうおっさん2人で乗ってるんだとか。
いや、しばらくこのシリーズ続きますから。まあ、市場ですからね。はい、あ、そっか。いや、いいじゃないですかね。カリフォルニア自体が、まあ、やっぱその、フェラーリの新しい層を取り込むための車みたいな、まあ、はい、そうですね、感じで言われてた。はい、で僕らも、まあ、そんなにカリフォルニアがやっぱ、お、最高っていう感じで、あ、まあ、いいじゃんみたいな感じで言ってたと思うんですけど、はい、今、乗ったら、使い用途としては、はい、多分、いい部類だと思いますよ。その、なんですか、僕らは別に走り屋じゃない、まあそうですね、じゃないわけですか。うん、一般人が、はい、一般人って言い方もおかしいな、なんか普通に乗る分には乗りやすくて、うん、で、あの、まあかっこいいし、かっこいいし、あの、音もいいし。そうですね、音いいですね、これ。これ多分今からちょっと音を出しますけど、うん、いいと思いますよ。いや、この時点ですごくいいですよ、これ。オープンカーでこういう音が聞けるっていうのはやっぱいいですよね。いいですね。そう、僕らなんで SL は乗ってますけど、はい、音がやっぱ550なので、あ、めちゃくちゃいいわけじゃないですよ。なのでこれはちょっと、うん、じゃあちょっと音を楽しんでいただけますか。はい、こっちでターボ FCNC が出る。気持ちいいなぁ。めっちゃ気持ちいい。いいですね。あー、いいっすよ、これ。ずっと引っ張ってたい。わかります。オートマチックモードだと結局、はい、変速がパン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 いくじゃないですか。だからマニュアルモードに切り替えて、はい、自分で回転数を見ながらやるのは楽しめるいいポイントですよ、これ。気持ちがいいですね、はい、非常にすごい。なんでしょう、走り出しも素直ですね、はい、とても。あ、ちょっとここにターボのやつも見れるんですね。はい、F タイプコンバーチブル乗ったじゃないですか。はい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 、はい、あれ、V6? V6 です。いや、ちょっと音が太い感じ。そうですね、低音ミッドローがすごく出てる、はい、甲高いって感じである。なんであれはちょっとその音的にも良かったんですけど、こっちの方がまだ効いてて。そうですね。あ、太さをすごい感じる。やっぱりずっと効いてたい音ですよ、はい、こういうのは。で、踏んでもすぐに反応してくれるんで、さすがフェラーリ様ですと。いや、すごいですね。直近だとやっぱ4パッパピスタ乗ったじゃないですか。はい、あ、はい、4、はい、乗りましたね。まあ、そこら比べてっていうのもおかしいかもしれないですけど、やっぱどうですか、 T、 カリフォルニア T と4パッパピスタ、好きかどうかって言えばどっちかなと。僕が向いてるのは多分こっちだと思います。あ、そんな運転テクニックが必要な車かというとそうでもないですし、何せあれは気楽に乗れないです。そうですね、はい、でもこれは乗れる、うん、全然乗りやすい。いや、なんかちょっとカリフォルニア好きになっちゃった。いい車ですね。めちゃくちゃいい車ですね。最終モデルではあるんで、T が、はい、カリフォルニアとしてはやっぱ完成度がやっぱ違いますね、うん、あ、それはあるかもしれないですね、うん、その30だったり、はい、ベースのカリフォルニアからしても、うん、はい、やっぱ完成度が全然違うなって感じました。おうおう、じゃ あの私後ろ乗ってもいいですか。後ろ行ってみますか。初めてなんですけど高速で2プラス2の後ろ乗るの。クローズにしたいと言いたいところなんですけど。そうなんですよね、クローズにしないんですかって聞いてください。僕は絶対しませんから。最高の季節ですよ、やっぱオープン乗るんだったら。今日オープンで帰ろう。花粉。
足折れそう。シートもうちょっと前にします？いや、多分これもう前できないです。これが限界です。いいっすか？あの、風すごいっす。あ、風すごい。風すごい。もうすごいっす。あの、おでこあたりからが。ああ。いやこれはずっと僕オープンで走ってたいかもしれないです。ああ、もう大変なことに。僕の髪が大変なことに。ですか、それマイク、あ、マイク関係ないですか？マイク一応大丈夫なんですけど、マイクのところまでは風は来てないです。あ、ただあの、もう顔がすごいですこれ。うわおー、すごい髪してますね。いや、死んだ。あ、やっぱ後ろはダメなんですねこれ。あの、もうすごいです。なるほど。あの、バックミラーで見えますかね？はい、見えます。ここの、はい、あの、なんかすごい感動になってます。ただ気持ちいいですやっぱり。これでもし、はい、ここか、はいはいはい、やべ、開けたらどうなりますか？ああ全開にして。あの後ろの人いたらちょっと窓開けちゃダメですねこれ。でも僕なんか今ちょっと踏み込んだんですけど、はい、やっぱりミッドシップの方が、はい、なんだろう、安心感があるというか、怖さはミッドシップの方がないかな。あ、でもなんか滑ってる感じとかも、まあまあ、ないとはしないんですけど、はい、なんでしょうね。まあ、でもやっぱりボディバランスってことなんですかね、やっぱりミッドシップだと。ね、うん、どうのこうのってあれはないんですけど。確かに、でも後ろちょっと不安定かもしれない。後ろの方が怖いです。後ろ怖いですよね、はい、そう考えるとやっぱりミッドシップってすごいんだなと思う、はい、でもこれ街中だと後ろ結構気持ちいいです絶対。ですよね、はい、ただそこの着座位置で顔を出してると、はい、絶対見られますよ。あ、そうですね。なんか外国の方が、はい、T シャツにサングラスをして乗ってるならかっこいいんですよ。はい、カルさんが乗っててもときめかない。確かにな、まあ、基本はやっぱり2人で乗る車ですね。ですね、1か2人で、はい、まあ仕方なく乗るだけのスペースがあると。そうですね、まあ緊急用非常用みたいな感じで、はい、まあ、でも今こんだけの時間乗ってても、決して辛いって感じはしないです。あ、マジですか？僕さっき座った瞬間すごい辛かったですけど、なんか、あの、僕こういう車の後ろに乗りすぎたせいかもしれないですけど。あ、それはあると思います、はい、911よりはこっちの方がいいです。は、後ろ乗った感じはなんか楽ちんですね、まだ。あ、20分、30分ぐらいだったら乗ってられるかもっていう。天井がないからっていう。そうですね、一番でかかった。ちょっとクローズにしたかったんですけど、うん、どうしても後ろに座りたいって。まあ僕がオープンしたかったっていう。いや、非常に面白かったです。これはいい車だ。いや、これは気持ちいい。実質やっぱ前でこれだけ乗ってて、まあ高速も乗ったわけじゃないですか。はい。で、今あのウィンドスクリーン、ウィンドディフレクターが今ないわけじゃないですか。はい。まあ、あのここにつけるところあるんですけど。あ、はい、ありますね。別になくても。なくていいと思います。うん、はい。なくてもそんなにストレスは感じない。多分今僕80キロくらいで走ってて。はい、巻き込みは当然こっち側には来ないし、うーん、後ろはちょっと分かんないですけど。じゃあちょっと街中なんでオートマモードで、はいはいはい、一番最初に488の GTB をやったじゃないですか、はい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 、2人で、はい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 、なんかこっちの方が疲れない。うん、いや、いい車だな。これに文句言うとしたらなんか何があるんだろう。文句言わなくていいのかな。文句なくないですか。文句ないのかな、まあ、あのびっくりするぐらい文句がないですね。ですね、はい、なんか毒吐いてやるかと思ったけど無理だな。という感じで、はい、まあ、ちょっとじゃあどういう人に乗っていただきたいか、はい、これは僕の偏見です、はい、綺麗なお姉さん乗ってほしいです。偏見というか希望ですね。あ、希望ですね、はい、僕が思ったのは、まあ、やっぱフェラーリ乗ったことない人まずこれに乗ってほしい。あー、なるほど、はい、まあ、入門編ではないんですけど、逆に今乗った感じだともう、あの、多分最初これ乗ったら
もうずっとこれでいいやってなってしまう可能性ももあるんですけど、はい、逆に男性だったら運転が好きな方だったら、はい、あこれだったらじゃあ次変な話じゃあ V8 のミッドシップ行ってみようかなってなるかもしれないじゃないですか。そうです、ね、でその時に458に行くのか下手したらじゃあシングルクラッチの430行ってみようとか、うーん多分人って分かんないです。ある程度のところまで行くと戻ると思うんですよね、はい、確かにそうですね。なんで逆に355うーん下手したらもっと前に行っちゃうかもしれないですけど、そうですね確かにフェラーリ初めて乗る方はありかもしれないです。今回初めて感じたんですけど走る楽しさをすごく味わわせてくれる車だなって思いました。はい、なんか難しすぎず乗って走るのって楽しいというふうにすごく感じるなって、はい、そうですね、うん、運転する楽しさ走る楽しさ確かに楽しいっていう感情を久しぶり久しぶりでもないのかなあの受けたあの車では当たりましたね。はいはいはい、そういうのをなんかすごく感じさせてくれる本当にいい車だなと思いましたね、はいはい、そうですね、まあ、本当入門の1台としていいんじゃないかなと。そうですね、なのでまあ逆にこれ1台でもいいですし、うんまあ、2台で兼用するのもありですし、はい、使いようとはいろいろな方に向いてる車だと思います、うん、はい、はい、でもう一つなんですけど、はい、これどうですか欲しくなりました、それは僕の愛車としてですか。そうですね、はあ、愛車としてですか、はい、今時点で、はい、じゃあ僕が SL を乗ってます、はいはい、じゃあこれに乗り換えますか、はい、ってなると、はい、ならない。なるほど、はい、その心はなぜなら、はい、大きい車乗りたいもんもうプシータはいや、もうツドはいいと。いやもうっていうかまたいつか乗りたくなるんでしょうけど、はい、やっぱ大小大小って繰り返すんじゃないかなってなっちゃうかもしれないですね。なるほどね、はい、ただ本当にこれはねいい乗りやすかったですし、はい、まあ、面白かったんで。うーんでもこれで変な話ですよ、はい、通勤したらどうですか。かっこいいじゃないですか。いやらしいくないですか。まあでも例えばあのロッソコルサがやっぱすごく、まあ、イケイケ感を出しちゃうっていうので、まあ、それをいやらしいと感じる人が、うんまあ、いるかもしれないんですけども、メロデートなとかだったら、まあそうですね、あるいは、はい、あとは、はい、これ使えるかわかんないですけど、はい、うちの早水会長がいらっしゃるじゃないですか。ハイミズ会長って多分カリフォルニアに乗られてたんですよ。あ、そうなんですね、はい、で、SL も乗られてたんですよ。あ、なるほど。僕、後を追っかけてる感じがするんで行きましょう、はい、あの追いかけたいところはあるんですけど真似じゃねえかって言われるのがちょっと恥ずかしいのでちょっと今回は、すみません見送る形でお願いします。まあ、あのちょっと、はい、まだちょっと高いですからね。そうですね、はい、はい頑張りますでは今回はですね、はい、フェラーリカリフォルニア T、はい、こちらの方を、試乗させていただきました、はい、またですね、自分の独断で乗りたい車を、はい、取っていこうと思っているんですが、はい、おすすめの車またあれば、はい、そちらの方も行ってもらえればやりますので。タンドラ入るといいですね。タンドラが人気なんですね今いやタンドラが一番多いですタンドラなかなか入ってこないな一回だけ入ってきましたね僕がいるときにそれ稀ですね本当に稀ですね。じゃあ分かります。タンドラ乗ってる方、うちに下取りにしていただいて、はい、あのそれさせていただきますんで、はいはい、よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。